マルチゲート素子とは、半導体素子であるモスヘットの新たな方式の一つであり、単一のチャンネルに対して複数のゲートを持つ構成のものを指す。このトランジスタの構造は、CMOS 構造のマイクロプロセッサや記憶素子を製造する半導体メーカーが2011年現在も開発している次世代技術の一つであり、ゲートの配置方法などによっていくつかの形式に、 分かれるとともに、開発の進展状況も各社で異なる。マルチゲートは、電気的には、単一ゲートのように振る舞う複数のゲート面が、単一ゲート電極として制御するものや、個別のゲート電極として制御を行うものがある。マルチゲート素子が持つ、個別のゲート電極は、ミゲフェットと呼ばれることがある。多様なマルチゲート素子 A は、 従来のプレナー型 MOS フェットの構造である。B 以下がマルチゲート素子の構造である。プレナー型 MOS フェットの構造概略 L、チャンネル上、W、チャンネル幅 MOS フェットの動作模式図 A、ゲート電極に、プラスの電圧が加わると、静電位に引かれて、負の電荷の電子が集まる。B、ドレインに、静の電圧、ソースに、負の電圧が加わることで、 ゲートの電位に惹かれて集まった電子が結果として、ドレインとソースの間に流れを作る。SOI を用いた部分空ラと星型と、完全欠乏型の MOS フェットの模式図1、ゲート2、ドレイン3、ソース4、SOI5、シリコン基板6、空と星層主にリーク電流を遮断する目的で、チャンネルテーブに絶縁層が設けられる。この絶縁層は、SOI と呼ばれ、 空飛ぼし層の有無などによって部分空飛ぼし型と完全空飛ぼし型の2種類に大別される。1940年代に固体金属によって増幅機能を持ったトランジスタが開発され、やがて単体の電子部品だったトランジスタがシリコン製の板にいくつも作り込まれて集積回路が登場した。半導体メーカーはアナログ用 IC だけでなくデジタル用 IC という。 新たな市場を開拓し、半導体製造業は一大産業に成長した。一つ一つのトランジスタが微細化されることで、動作特性や消費電力の面で年々性能が向上し、ムーアの法則と呼ばれる驚異的な性能向上が果たされた。やがて半導体メーカーなどは21世紀直前になると、これまで同様に将来も、 集積度を向上させる技術的な余地が容易には見出せないでいた。シリコン以外の材料や電子流ではなく光演算素子なども検討課題の一つだったが、より現実的な回の一つとしてゲートの複数化、立体化があった。この技術の具体的な開発競争は21世紀に入ってから始まった。ムーアの法則を延長させる技術として、 半導体各社が取り組むようになった。マルチゲートトランジスタの開発へ、取り組みは、AMD 社、日立社、IBM 社、インフィニオン社、インテル社、TSMC 社、フリースケール社、カリフォルニア大学バークレーコ、そして、その他の多くの企業、団体が行っていると報告があり、国際半導体技術ロードマップでは32ナノメートル世代以降で、 本技術が登場するのではないかと予想がなされていた。広く普及するための壁の一つは製造用意性であると考えられる。特に現状の半導体設計は従来の二次元的なパターン設計技術に三次元的な要素が考慮され始めた段階であり、ホトリソグラフィなどに関連する設計と製造の現場では現状のプレナー型と非プレナー型の両設計間で 大きな変更が求められる。素子の微細化のための他の双方的な戦略には、歪みシリコン技術を用いたチャンネルや、SOI 技術、ハイカッパ技術や、メタルゲート技術がある。過去数十年間、プレナー型トランジスタは IC の中心であり続け、個別トランジスタの大きさは常に縮小し続けた。大きさが縮小したことで、プレナー型トランジスタは好ましくない。 ショートチャンネル効果によって将来の困難が予想され特に素子が動作していない間も流れることで電力を消費するオフステートリーク電流が問題となる。マルチゲート素子ではチャンネルは複数のゲートによる複数の面で囲まれるのでオフステートリーク電流の抑制に効果を発揮する。マルチゲートは駆動電流と呼ばれるオンステートの電流も向上させる。これらの長所は 低消費電力化と素子の能力向上となって現れる。非プレナー型素子は従来のプレナー型トランジスタよりも小型であり、トランジスタの集積度を高められることであらゆる小型電子機器の小型化が実現可能だとされる。従来型の半導体製造工程で非プレナー型マルチゲート素子を製造するための挑戦すべき課題。 多様なマルチゲート素子数十ものマルチゲート、トランジスタの派生型が文献上では存在する。一般に、これらの派生型は、アーキテクチャーとチャンネル数、ゲート数で識別、分類できる、プレナーダブルゲートトランジスタは、非、プレナー型の垂直トランジスタ構造でのより厳しい、光学印刷技術を避けて、従来型のプレナー型の製造技術で、 ダブルゲート素子を構築したものである。プレナーダブルゲートトランジスタでは、チャンネルは2つの独立して作られたゲート、ゲート参化積層の間に挟み込まれている。このような構造での最初の挑戦は、仮想と上層との間でセルフアライメントさせることで実現できた。フレックスフェットは、マシン金属によるトップゲートを持つモスフェットと、 ゲートトレンチでのセリフアラインを行って植え込まれた接合型ヘッドのボトムゲートというプレナー型の独立ダブルゲートトランジスタであるこの素子は非植え込みで超朝のソースとドレインの接続部と上部に出ないソースとドレイン部そしてゲート部を最後に作る手順によって広角印刷より短いチャンネル長であるために高い縮小性があるフレックスヘッドはトップとボトムのゲートで トランジスタ動作を行う。トップゲートの動作が、ボトムゲートの動作に影響を及ぼし、またこの逆も同様で、二つが一組となって、ゲート動作が行われる。ということから、真のダブルゲートトランジスタであるフレックスフェットは、アメリカンセミコンダクター社によって開発され、製造された。ダブルゲートを持った、 フィン電解効果トランジスタ素子の模式図、フィンフェットという言葉は、従来のデルタによる設計をもとにして、非、プレナー型ダブルゲートトランジスタを SOI 基板上に構築したものを説明するのに、カリフォルニア大学のバークレー研究所で新しく作られた語であるフィンフェットの特徴は、電動性チャンネルが素子のゲートを構成する薄い、フィン状のシリコンで覆われている点にある。フィンの厚さが、 阻止の有効チャンネル長を決定する。今のところ、フィンフェットという言葉の定義は定まっていない。a m d 社、IBM 社、そして、モトローラ社といったマイクロ。技術資料によれば、フィンフェットは、ゲートの数に関係なく、何らかのフィンを用いた、マルチゲートトランジスタのアーキテクチャだと、概要だけが説明されているに過ぎない。2002年12月、 TSMC によって 0.7V ちょうどでの25ナノメートルのトランジスタ動作が実演された。このオメガフィンフェットはギリシャ文字、オメガに似ていたために後からこのように名付けられ、ソース、ドレイン構造をゲートが包み込む形状であり、N 型トランジスタで 0.39PS のゲート遅延、P 型トランジスタで 0.88PS のゲート遅延であった。トライゲート。 または 3D という言葉は、インテル社が彼らの日、プレナー型トランジスタアーキテクチャを説明するときに、将来のマイクロプロセッサー技術として用いられている。彼らのトランジスタは、二つの垂直ゲートの上部で一つのゲートを重ねることで、この表面で本質的に3倍の電子の移動を許すことになる。インテル社では、彼らのトライゲートトランジスタが、リーク電流を減少させ、 現在のトランジスタに比べてはるかに小さな消費電力で済みようになると伝えている。インテル社によれば最大37%速度を向上させ消費電力においても従来型のトランジスタに比べて50%以上も削減できるとされる。インテル社ではトライゲートトランジスタを IB ブリッジマイクロアーキテクチャと名付けられた CPU 製品ラインから用いている。 インテル社は2002年以来このトライゲートトランジスタ方式の開発を行ってきたが2011年になるまで量産の発表をするには至らなかった2011年5月5日サンフランシスコにおいてこの新たな形式のトランジスタが公表されたインテル社の工場では Ivy b ブリッジ CPU を2012年4月から販売しているデスクトップパソコン用のインテル社の IB ブリッジチップに用いられるだけでなく、この新たなトランジスタは低消費電力デバイス用のインテル社のアトムチップにも用いられる。技術資料によればトライゲートという単語は時として3つの有効なゲート、またはチャンネルを持つ多様なマルチゲートフェットの全般を示すのに用いられている。全周ゲートフェットはチャンネル部分の全側面をゲート材で囲む点を除けば、 フィンフェットと同じようなコンセプトである。ガーフェットは設計によって2つまたは3つの有効なゲートを持つことになる。ガーフェットはシリコンナノワイヤーの周囲に構築することに成功した。ありがとうございます。